こんにちは、カワポンです。今日は立教大学の社会学部の2023年度の倍率予想をします。予想についてはコメント欄をご覧ください。くれぐれも外すことを前提でご覧ください。さて、立教大学は2021年度の大きな入試改革を行いましたので、2020年度の数字はあまり参考にならないかもしれません。それでもあえて3年間で比較すると、その入試改革があった2021年度に志願者は激増しています。しかし倍率が減少しているのが特徴です。2022年度は志願者は少し落ち着きました。2023年度は基本的に横ばいと予想しますが、社会学科だけは倍率が3倍台と比較的低めになりますので、多少反響がある可能性がありますね。ということで、今日は以上になります。ありがとうございました。